それぞれバンテ監督のものを続けていきたいと思います。今日はセビージャと、あとカップ戦のマラガ戦も行きたいですかね。この2試合やっていこうかなと思います。ということでセビージャ戦やっていきましょう。今日のセビージャ戦のレバンテのスタメン、キーパーマルドナド、3バックいつもの3枚で、中盤は今日右にメンデス置いて、カンパニーよく知るデイビスで、シャドウはバルディ、ロベルト、トップウナルでやっていきたいなと思います。まあ、ちょっといろいろレンタルリストとかに入れてる選手とかベンチ外に置いてますね。で、相手セビージャのスタメン、まあ、セビージャはね、前半戦の途中まで、だから15節ぐらいまでは首位だったかな、 もうちょっと前かな、分かんないですけど、ちょっとそんぐらいまでは首位に立ってたんですけど、ここ3試合で3連敗とかしてて、だいぶ調子を落としてて6位にもなってるのかな、まあ、なので倒し時というか、これ叩いておきたいなと思うので、しっかり今日も勝っていきたいなと思います。まあ、ただね、その一応前半戦のラストの試合なんですけど、その18節からこの19節の間がウィンターブレイク挟んだので、仕切り直し、ね、されてる可能性もあるので、ちょっと難しい試合展開になるかなっていうのを予想しております。補強もね、一応目星つけてる選手がいるんですけど、ちょっとまだ迷っている。ドフリーじゃん。いやー、失点がね、ほんと治んないんで、キーパーをね、一人リストアップしてます。センターバックじゃなくてキーパーを取ろうかなと思ってます。で、今日キーパーね、ベンチにブラブ置いてて、まあ、ムリッチが放出あるかなっていうところです。あと中盤1枚取ろうかなと考えてますね。うん、でもまずいな、マジで嫌な取られ方した。気抜けすぎてない？今日スーペルコパーで力尽きた感は若干否めないですけど、でも強いチームやっぱ勝つからな、どんな時でも。お、さあ、あ、ファル、いいんじゃない？いい位置じゃない？これ。ここはバルディ発動しようぜ。めっちゃ声出てるよ。カンパーニャじゃなくてバルディ。この辺。大丈夫かな？弱いかな？オッケー！これ100発100中じゃない？マジで。この位置からだったら。いやー、バルディ。かっこよ！かっこよすぎん？バルディ、どちゃくそかっこいいな。これで17点目かな、多分。バルディね、唯一全試合出場してるんですよね、今まで。ちょっと、使いすぎてるかもしれないですけど。それでもね、本当に替えの効かない選手。うちの10番ですから。ちょっと不本意なね、得点の仕方しちゃったんですけど、まっすぐ追いつけてよかったです。いや、今日もなんか大量得点できるかな。本当にここね、3試合ぐらい5点取ってるもんな、毎回。今日も5点以上いけるかな。まあ、でも失点がな、直したいんだよな、本当は。さあ、OK！ すぐさま逆転。ロベルトもう爆発してるな。これで8ゴール目だもんな、ロベルトも。いやー、マジ攻撃陣は最強。リーグトップだもん、ゴール数。ダントツ、多分 2番目がどこか分かんないけど、10点ぐらい差つけてるもんな。8ゴール目。いや、えぐい。マジでえぐい。まあでもいいけど、ありがたいですよ。こんだけ爆発してくれてて。だからね、攻撃陣は、でもずっとアルマダ取りたいって言ってるんですけど、ちょっと難しそう。結局出せないみたいな。アルマダ使うってなったら誰かが今度使えなくなっちゃう。せっかくみんな調子いいのに。その状態は嫌だから、攻撃陣は取れない。さあ、メンデス。ほっ。いいや、なんかウナルに取らせてあげようと思ったけど、外しちゃった。まあ。クリアしろ。マルセロ・サラーキー。
やばい、やばい。こうなりますよね。ちょっと失点が本当止まらない。失点が止まんないよ。まずい、まずい、まずい。よし、なんじゃそりゃー。危ない、ナイスキー。いや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 、集中しよう。油断できる場合じゃない、油断してる場合じゃない。やばい、お、危な、危ないな。デイビス、クロスからうなる、来た。え、いやなんだし、私はずか、久しぶり、あったかいんだから懐かしいな。ロスタイム3分、入っている。つぞし、またしてしまった。オッケー、バッターロベルト、治んない、これ治んないもんなんですか、どうなんですか。オッケー、ナイスキー。治んなそう、治んなそうだな。2-2だ。治ってました、大丈夫でした、よかった。いやマジ油断してるとこれなんか引き上げちゃいそう。負けはしないかもしれないけど、ちょっとギア上げたい。ああ、危ねえ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 、よかった。全然うまくいかないんだよな、めっちゃイライラするやつね、ゲームで。やばい、うまくいかないときやっぱイライラしちゃうよね。まあ、なんでもそうか、それは。そりゃそうだよね。どうしたらいいんだ。よし、うわ、コーナー、コーナーじゃないの。はら、腹立つな今の。なんで、さあカット、 OK。 じわじわと時間がない、なくなっている。いや、いいよ、メンデス。オッケー、メンデス、ナイス。ちょっと安心。ちょっと安心。よかった。いや、メンデス、やっぱ右きついかなと思ったけど、点取ってくれた。ちょっと安心。いやー、よかった、よかった。さあ、71分、なる下げて、モラレス投入。よし、いいよ、サポート欲しい、サポート欲しい、サポート欲しい。おお、いいんじゃない。おお、さあ76分メンデス下げてポロ投入。さあ84分選手交代、カンパーニュ下げてロサダ投入で、バルディをセントラルに落としてロサダが右シャドウ。ロサダもね、なかなか起用できてなかったんで、このタイミングにちょっと起用しました。まあ、あとは、もうこのまま時間をね、過ぎるのを待つだけ。怖いな、でも。OK! なんとか勝てた。よかった。失点マジ気になる。はい、ということでね、セビージャ戦、なんとか3対2で勝利することができました。よかったです。ほっとした。まあ、やっぱ失点がねすごい気になるんですけど、もうどうしたらいいか分かんない大変だ、かなり、まあ、まあでも勝ててるんでね、まあ、いいんですけど、まあ、切り替えて次カップ戦ね、しっかり勝利できるようにやっていきたいなと思います。メンバーガラッと変えます。さあ本日マラガ戦のレパンテのスタメン、今日キーパーブラボって、今
4-3-3でやっていきたいなと思います。デヘロ、サイン、サンパル、バレリーで中盤3枚、アルバレス、カガワ、ロルダンで釣りトップ、グレイ、ロサダ、ディアスでやっていきたいなと思います。で今日アルバレスボランチをビルドアップ時に下げさせるバック借りさせるサリー型のシステムでやっていこうかなと思います。マラガが4-4-2だったので試そうかなと思って4-3-3で今日はやっていきたいと思います。まあ、メンバーもねかなり入れ替えて、やっていきます。まあ、言うてこの、まあ、2回戦免除なんで2回戦からやってるんですけど、この2回戦はねメンバーを結構入れ替えてでもしっかり勝ちたいですね。ロルダン、デヘロ、これディアス出ない、いいよ、ニア、うーわ正面行きすぎたな、普通にファー狙えばよかった。さあどうしようさあグレイ、いや正面、まあ、やっぱ質の部分だとね普段出てる選手がやっぱり上だなっていう風に改めて感じるし、ポジション、あ最初の15分ね、あびっくりした、今は大丈夫だろうけど、ああナイスナイス。さあグレイ、ロサダを使う、ロサダ決めてほしいよ、ファールいらんて、もう終わりでいいですよ、前半終わり。ちょっとまあなんか締まりのない試合な感じがあって、ギア入れたいですね、もう早い段階で1点2点取りたい、こんなに締まりのない試合はなんか見ててあまり楽しくはないね。うん、いグレイ、香川、ロールダン、ロサダ、香川、もう一回ロサダ、粘って、おフリーキック、めっちゃいい位置だよ。さあ53分、香川下げてベンセドール投入で、ここをベンセドールに蹴らせる、こんなもん。オッケー。マジでこの位置は百発百中。変わって入ったベンセドールがフリーキックを沈めました。まずフリーじゃん。うわ。フリーじゃんって最悪よ。これは困ったもんですな。失点直後選手交代でロルダンと、ロサダですね、変えて、ウナル、モラレス投入で 4-4-2 に変更しました。マジ勝ちに行く、これで負けたらやばい、完璧を求めすぎてる自分の悪い癖かもしれない。いいよ、いいボール、はい、まあまあなんか妥当というかこんなもんでしょうみたいな感じだわ。いやまあ OKOKOK、 こうなればもういける、こうなればいける、まあ、モラレスもう公式戦何点目だろう、20何点とか取ってるだろうな、ナイス、よし、アルバレス、ベンセドール、ウナル、オッケー、やっぱウナル、モラレスは全然違う、いやこんなもんですよ、やっぱもうあとは次のベスト16で強いチームと当たりませんように、もうカップ戦も優勝したい、スペインカップ。
だからできるだけねベスト4まで全チームと当たりたくないな。バルサ、アトレティコ、レアルを引きたくない。あとバレンシアとかもやだな。この4チームは引きたくないな。まあ、どのチームが来てもやっぱ勝つだけなんですけど、まあそういうくじ運も大事。くじ運のせいにゃ絶対しねえ、そもそも人生チョイスの連続って。懐かしい稲妻イレブン、ベリーズ工房。そう、ベリーズ工房が行く。ベリーズ工房が行くっておかしいな。懐かしいな。最近ねその YouTube のおすすめになんかベリーズ工房の稲妻イレブンの曲が出てくるんです、動画で。でよく見てますね最近。僕がなアイドル好きなのはもしかしたらベリーズ工房が原点なのかもしれないと最近なんか思っている。欅坂が好きなのはベリーズ工房が原点なのかもしれない。おモラレス、おーおー、ナイス。よくこぼれ、ベンゾール決めた。ナイス。まあこう最終的な 4-1 一時をどうしようと思ったんですけど、まあ、やっぱモラレス、ウナルの質の違いで、それに感化されたベンセドール、アルバレス、こういう面々がしっかり結果を残してきた。まあこんなもんでしょうと言わんばかりの結果ですね。はい、ということでマラガス戦4対1で勝利することができました。まあなんかね、やっぱカップ戦だしメンバー入れ替えたところで結構難しい試合だったかなっていうふうに思うんですけど、まあ勝ててよかったです。で次、まあ、どうしようかな。多分この次の動画かその次の次で補強をやっていくとは思うので、そちらをねぜひお楽しみにしてもらえたら嬉しいです。はい、そんな感じで今回はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。以上です。ありがとうございました。